はい、皆さんこんにちは。今日は Photoshop for iPad のチュートリアルをやっていきます。で、Photoshop なんですけど、今月ですね、11月の頭にリリースされたばっかりの、出来たてほやほやのアプリになります。で、この前1本この Photoshop for iPad のチュートリアル出したんですけど、それは Adobe Max の現場からすごいちょっと雑な感じでお送りしたので、今日はですね、ちょっと丁寧めにチュートリアル解説していきたいと思います。で、この Photoshop for iPad なんですけど、当初はですね、デスクトップ版の Photoshop が完全に iPad の方に入ってくるっていう風に言われてたんですけど、実際ですね、リリースされてみるとそうではなくって、今は本当に簡易的な、合成しかできないっていうようなアプリになります。で、いいところとしてはですね、 Adobe のアプリなので、他の Adobe のソフトとの連結がすごくいいっていうのがメリットになりますね。で、値段は月額1080円です。もしくは Adobe のクリエイティブクラウドが月額5000円ぐらいかな、なんですけど、それのどちらかに入ってるとこの Photoshop を使うことができます。で、他にもですね、画像合成するアプリはいくつかあるので、ちょっと紹介しておきます。有名どころとしてはこの4つですね。ピクセルメーターか、フォトショップか、あとアートスタディオプロ、あとはアフィニティフォトっていう結構上級者向けのアプリがあるんですけど、この4つをおすすめします。で、左から順に簡単順に並べてるので、もし初心者の人はピクセルメーターをおすすめしますし、Adobe ユーザーの人はフォトショップ for iPad をおすすめします。で、もう少し難しいところでいくと、アートスタディオプロもフォトショップみたいな感じなんですけど、これは英語版のみなので、なのですごくいいアプリです。英語できる人はぜひアートスタディオプロを選んでください。で、アフィニティフォトはですね、かなり上級者レベルなんですけど、いろんなことができるので、ぜひチャレンジしてみたい人はぜひアフィニティフォトを使ってみてください。で、今回の動画は Photoshop for iPad の超ベーシックな使い方を紹介していきます。ぶっちゃけちょっとできないことも結構あるんですけど、できることだけを使っていろいろ作品作っていきたいと思うので、今日は3つ作っていきます。最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあ始めていきます。始めるときは左下の新規作成ボタンか、もしくは読み込みっていうボタンがあるので、そこからカメラロールの中から写真を読み込んでいきます。で、Photoshop for iPad ですね、現状カラーモードが RGB のみです。CMYK の印刷に適用したものは今のところ入ってません。多分ね、今後搭載されてくるんだろうなっていう感じがしてます。で、キャンバス開いたらですね、まずはじめツールの説明していきます。左側がツールバーと言います。ブラシだったり消しゴム、あと塗りつぶしとかテキスト入れたいときはこちらからやっていきます。で、右側がタスクバーって言うんですけど、タスクバーはですね、基本的にレイヤーパネルの調整をする項目になります。レイヤーの順番を変えたりだったりとか、あとレイヤーの色をちょっと変えたり、調整したりするときに使います。で、写真を読み込むときはですね、この左下の写真ボタンから始めていきます。Photoshop はですね、画像合成のアプリなので、基本一番最初はこのカメラロールから画像を配置してスタートしていくと思ってください。で、こんな感じで画像を配置したら、この女の子の部分だけを切り抜いていきたいんですけど、切り抜くときはこのツールバーの上から3つ目、セレクションツールっていうのがあります。で、このセレクションツールをですね、長押しすると、投げ縄ツールだったりとか自由選択ツールっていうのが出てくるんですけど、まずこの投げ縄ツールから紹介しますね。投げ縄ツールはこうやってアップルペンシルをこうなぞってあげると、勝手にこう投げ縄みたいな感じで選択範囲を作ることができます。これが投げ縄ツールです。で、この投げ縄ツールのすぐ右側にクイック選択ツールっていうのがあるんですけど、これはですね、適当にこうアップルペンシルでオブジェクトをなぞってあげると、自動的にこの検知してくれて、あ、これはオブジェクトだよねみたいな感じで自動的に選択範囲を作ってくれます。これがクイック選択ツールです。で、こんな感じで適当に選択していって、もしこの選択範囲が外にはみ出しちゃったら、左下にタッチショートカットっていうのがあるんですけど、この丸いボタンをですね、押しながらアップルペンシルでなぞると選択範囲が除外されます。普通になぞると追加で、タッチショートカットを押しながらなぞると除外です。なので、この手の隙間のところとかはタッチショートカットを押しながらドラッグすると、除外、選択範囲が除外されていきます。
で、現状のフォトショップではちょっと残念ながらこの選択範囲の周りをぼかしたりとか、あとは髪の毛のところね、細かい切り抜きをするツールがデスクトップ版のフォトショップだったらあるんですけど、残念ながら現時点の iPad の方はそれが搭載されてないです。なのでざっくり選択範囲作れたら、この下のマスクボタンか右側にもマスクボタン同じように2つあるのでどっちでもいいです。このマスクを押すと選択範囲を作ったところの女の子のところだけが切り抜かれたような形になります。でこうやって見てもらったら分かるんですけど、このエッジのところがちょっとやっぱり甘いなっていう感じがありますね。でこのエッジをもうちょっと綺麗にしたいときは、このレイヤーのところのマスク、これを選択した状態で、ブラシを取ります。でブラシの白色で、なぞるとですね、白は表示モードです。なのでこんな感じで選択範囲が復活してきます。で逆に黒色のブラシでなぞるとマスクが非表示になって消えていくような形になるので、ブラシ黒色取ってちょっと細めのペンを取ってですね、この、女の子のエッジ、境界線のところをなぞっていきます。はい、でこんな感じでざっくりですけど女の子のところが切り抜けたので、この女の子の後ろ側に違う背景を乗っけていきます。なので画像フォルダの中から自分の好きな背景を選んでください。で今回はこのブルーの空の背景を入れていきます。でこの背景の画像のレイヤーをですね、女の子のレイヤーの下にグッと持っていってあげると女の子の方が前に出てきたような形になりますね。でちょっとこうやってズームしてみると、この女の子のエッジね、まだちゃんと切り抜けてなかったりするので、そういう時はこのマスクのところを選択した状態でさっきと同じブラシの黒色を取ってこうやってなぞっていってあげると、このエッジがね綺麗になって、よりちょっと馴染んだような表現にすることができます。でこの背景なんですけど、ちょっとねぼかしてあげると遠近感というか向こうの方にあるように見せることができるので、その時は右下のところにぼかしガウスっていうボタンがあります。でそうするとこのスライダーが出てくるので、スライダーを左右にスライドするとだんだんねこんな感じでぼけていきます。あんまりねぼけさせすぎると良くないので、ちょっとだけぼけたぐらいにするのがおすすめです。でできたら完了ボタンを押します。で次この女の子と背景の色味を合わせていくんですけど、この女の子をですねもうちょっとブルーがかったようにさせたいんですね。で調整レイヤーって言って色味を調整するパネルがあるんですけど、ここですね調整レイヤーで例えばカラーバランスを押して青みに引っ張っていってあげると女の子のねあの色変わるんですけど、これだと全体的に青くなってしまうような形になるので、今やりたいのはこの女の子の色だけを青に変えたいんですね。でそうしたいときはこの女の子のレイヤーを選択して下の方にですね調整を追加っていうボタンがあります。ここですね、これを押してカラーバランスを押します。でそうするとここに矢印ボタンがつくんですけど、この矢印ボタンの意味はこの下の女の子のレイヤーの色だけを変えるっていう意味なんですね。なのでこの矢印ボタンをつけた状態で例えばここのカラーバランスを変更すると、今女の子の色だけが変わってるの分かりますかね。これがクリッピングマスクって言うんですけど、この矢印のことですね、クリッピングマスクと言います。でこんな感じで画像合成が完成です。で次ちょっとブラシの話をしていきたいんですけど、まあ、写真に絵を描くみたいな表現を作っていきたいと思います。で新しいレイヤー1個上に追加して、ブラシここのツールバーのところから今回はですねブラシペンっていうブラシを使います。でちなみにブラシなんですけど今のところね種類はあんまりないですね、ぶっちゃけで新しいブラシをインポートするとかも今のところできないですね。多分これもどんどんアップデートしていくかと思います。で今回ブラシペンを取ってちょっとねこの写真の上から絵を描いていきたいと思います。でブラシはですねちゃんとアップルペンシルの感度ですね、筆圧の感度とかもコントロールちゃんとできるので結構綺麗には描けるんですけど、ちょっとね正直に言うとあのブラシの遅延が少しだけあるかなって思います。この動画ではなかなかね伝わりにくいんですけど、こうシューって描いた時にそこにインクがついてくる感じが少しだけ遅れてついてくるような感じがしますね。プロクリエイトだとすごい綺麗に滑らかに遅延なく描けるんですけど、そこがね、まだまだかなっていう感じは少ししました。
で、ちなみになんですけど、このブラシを選択しているときは、左下のタッチショートカット、あの丸いボタンのやつですね。このタッチショートカットは消しゴムに切り替わります。なので、間違えたと思ったら、このタッチショートカットを長押ししながらなぞってあげると、消しゴムモードに切り替えることができます。で、次塗りつぶしなんですけど、塗りつぶしはこのツールパネルのところに塗りつぶしボタンがあるので、これを選択した状態で、タッチするだけで塗りつぶしすることができます。これすごい簡単ですね。はい、でこんな感じで完成になります。でもしトリミングしたかったら、左のツールバーのところにトリミングの機能もあるので、正方形とかにねトリミングして書き出ししても OK です。はい、じゃあ次の画像行きたいと思います。で次の画像でレタッチツールを紹介していきます。でレタッチツールはこのツールパネルのここ、バケツのすぐ下あたりにあるものなんですけど、レタッチツールっていうのは、例えばこのアーモンドいらないなと思ってこうやってなぞってあげると綺麗に消すことができます。なのでゴミを取ったりシワを取ったり、まあ、こういうアーモンドとかね、ちょっと大きめのとかもなぞってあげるだけで綺麗に消すことができます。で例えばちょっとこういうところはね、消えるかな、ちょっとこんな感じで残ったりするんですけど、まあうまくやればですね、きれいに消すことができます。でこういうちっちゃいアーモンドだけじゃなくって、例えばこういうレモンとかもがっつりゴリゴリなぞるとこんな感じでサクッとね消すことができます。でちょっとこういう残っちゃったらもう一回なぞるといけますね。はいこんな感じでいらないものを消すっていうのがレタッチツールになります。でこの木の上に乗ってるフードもね、ちょっと消してみようと試みたんですけど、さすがにこうごちゃごちゃしたテクスチャーの周りのものを消そうと思うと若干うまくいかなかったですね。これね、デスクトップ版のやつだったら綺麗に消えるんですけど、まだ Photoshop for iPad の方はちょっとそこまで Adobe 先生が追いついてないような感じがします。まあでも細かいゴミとかだったら本当にこのレタッチツール綺麗に消えてくれたので、シミ、シワ、ゴミはぜひこのレタッチツールを使ってください。はい、で次コピーツール紹介していきます。コピーツールはこのレタッチツールを長押しすると出てきます。でこのコピーツール何かっていうと、指定したところの絵と全く同じコピーを作り出してくれるっていうものなんですけど、ちょっとお見せしますね。例えばこの下のアーモンドのところをコピーしたいと思ったら、このタッチショートカットを長押しした状態でアーモンドを1回クリックします。でその状態でコピーしたいところをなぞると、指定したアーモンドと全く同じものが、出てくるっていうような感じですね。これがコピーツールです。でさっきと同じようにここのパンプキンみたいなやつを違うところに複製しようと思ったら、まあ、エッジのところはねもうちょっと綺麗になぞらないといけないけど、似たようなものを何個も何個も複製させることができます。で画像の色を変えたいときは調整レイヤーっていうのを使います。調整レイヤーはここのプラスボタン長押しすると調整レイヤーっていうのが出てくるので、ここを選択して例えば明るさをちょっとね明るくしたりとか、あとは色味を変えたり彩度を上げたりっていうのをこの調整レイヤーっていうところからやっていきます。で残念ながらですね、明るさを調整するときレベル補正っていうものはあるんですけど、トーンカーブっていうね明るさをコントロールするパネルがね普通はあるんですけど、まだね Photoshop for iPad にトーンカーブが搭載されてないですね。これもちょっと今後保護期待という感じなので、楽しみにしたいなと思ってます。でもしサイドとかあと色味とか変えたいときは色相サイドっていうパネル開いてサイドのところを上げると、ちょっともっとビビッドな感じにすることもできます。これがですね調整パネルなので、画像合成とかやるときこの調整パネルは結構覚えておいた方がいいと思うので、初心者の方はねぜひこの調整レイヤーぜひ覚えてください。で最後の画像ですね。最後の画像ではモノクロ加工についてちょっと話していきます。でこのモノクロ加工はさっきと同じようにここプラスボタン長押し調整レイヤーを選択して白黒編集っていうボタンがあります。これを押すと白黒の加工にすることができます。
で、この右下のところにスライダーがいくつかあるんですけど、例えばこのレッド系のところのスライダーを黒くしたり明るくしたりすると、元ある画像の赤い部分っていうのがこう暗くなったり明るくなったりします。で、この黄色のところも同じですね。元ある画像の黄色い色味のところの暗さっていうのがここで調整することができます。で、こんな感じでモノクロの加工が完成したんですけど、手前の男の人と狐のところだけ色をつけたいっていう場合はですね、さっきと同じようにマスクのところでコントロールしてあげるとできるんですね。で、マスクを選択した状態でブラシを取ります。で、ブラシの色は黒です。で、この黒を選択した状態でこの狐の上をなぞると、この狐のところだけの色が復活したような感じになります。で、今使ってるブラシはソフトブラシですね。このエッジがちょっとボケたようなブラシを使ってるんですけど、それを使うと、まあ、うまい具合に境界線がボケてくれるので、自然にこの狐のところだけが色塗られたような形になります。はい、じゃあ最後テキストツール紹介して終わります。テキストツールはツールバーの下から3番目かな、ここにあります。 T っていうところですね。で、これを押して画面のどこでもいいのでタッチするとこうキーボードが出てくるので、自由に好きな文字を打ってください。で、フォントのサイズ変えるときですね、右のパネルにスライダーがあるのでここで変えれるんですけど、普通にねこうスライダー動かすだけだと変わらなくって、こう選択範囲を作ってからスライダーをこう左右にねスライドさせるとサイズを変形することができます。で、カラーとかもねここから変えれます。で、このテキストツールなんですけど、残念ながらですね、行間と文字間を調整するパネルがありませんでした。行間っていうのはこの1行目と2行目の間の隙間ですね。で、文字間っていうのは一個一個の文字の間を文字間っていうんですけど、ここをねやっぱちょっとコントロールできないっていうのはデザイナーにとってはちょっと結構ネックかなと思うので、ここはねちょっと早く改善してほしいなっていうところなんですけど、なので今回はねちょっと開業しちゃうとデザイン的に良くないので、1行にして文字接着して中央に配置するっていうのをやって終わりたいと思います。で、あ、そうだ、あの中央に配置するっていうねグリッドもねまだないですね。ちょっとなのでどこが中央かっていうのが分からなかったので、まあ中央を見つけたいときはですね、この iPad 自体のドックの下のところにあのバーがね、白いバーがあると思うんですけど、ここの中心地をですねだいたい見定めて、まあ中心を見つけるといいのかなと思います。このグリッド表示もね早く搭載されるといいなって思ってます。はい、ということでこんな感じで完成になります。あのね、もうちょっとデザインチックにゴリゴリ合成とかやりたかったんですけど、まあ現状の Photoshop for iPad はまあこれぐらいの簡易合成しかちょっとできないと思ってくれて大丈夫だと思います。あのもっとねゴリゴリ合成したい人はアフィニティフォトに行った方がいいかもしれないですね。ただねちょっとね難しすぎるので初心者にはおすすめしないです。で、 iPad Mate の方ではアフィニティフォトの使い方とかも結構紹介していってるので、もしね興味ある人は iPad Mate の方を見てみてください。あの YouTube の方でもいずれアフィニティフォト紹介していきたいと思います。で、この Photoshop for iPad なんですけど、今日ね結構ちょっと不満たくさん言ったんですけど、あの今後どんどんアップデートしていくと思います。で、アップデートしていった時にやっぱり Adobe のツールなので、他のイラストレーターとかプレミアプロのね動画編集のソフトとかあるんですけど、それとの連結っていうのがやっぱりすごく強いんですよね。なので今はちょっとあの成長段階ですけど、今のうちにこの Photoshop for iPad の使い方を覚えておいても絶対損はないと思うので、ぜひねこの動画何度も見てあの予習復習してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。もしこの動画が役に立ったらぜひいいねボタンお願いします。あとチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。